あ、もう撮ってます。あ、いえいえおはよう、あ、こんにちは。こんにちは、ひなたです。よろしくどうぞ。はい、今日は何ですか。あ、すいません、急にお呼び立てして。はい、原宿にこっち側に来るのは久しぶりです。そう、平日なんですけど思ったより人いて。あ、そうね、まあ、ちょっと今日は私のやりたいことに付き合って。わかったよ。楽しそうやな。はい、あ、3つあります。3つ ?3 つ尺収まる。あー、頑張ります。お願いします。じゃあ、レッツゴー、イエーイ、ひなた TV スタート。あ、スタート、あ、間違えた。ひなた TV スタート。めちゃくちゃ久しぶりやわ、竹下。やばいっすよ、平日なのに結構人いるね。でも私ほんま上京したての頃にさ、うん、もうそれこそ前も言ったけど原宿憧れてたから、あ、何回も竹下通ってた。着いちゃった。あ、え、何？あ、ここで、はい、日向さんに、うん、チーズをビヨーンってやってもらいます。やってほしいことが一つ目。あ、そう、チーズビヨーン、いろんな、あ、ほんまや、やつあるんで選んでください。今ギリギリやで、この店あるの。もしかしたら危ない。や、来年になったらもうギリギリ止まってるかもしれない。助けるためにも。あ、なるほど、わかった。え、いろいろあるやん。でもさ、私これもチーズ関係ないけど、これも憧れとって、トッポギと。あー、私もいいよな。え、このキモいやつもあるけど。キモい色のやつ。食欲刺さらないやろ。750。キモいの高い。定食ぐらい高っ。張り切ってんな、ほんまに。観光客用のチーズハットはスピード勝負やからな。本当ですか、伸びなくなる。そう、食べたことある？あります、あります。なんか家で作ったこと。あ、流行ってたな、家で作るやつ。でもなんかうまくできなかった、あんまり。あ、12番と14番。はい、1300円になります。お願いします。すごい、全然虹色感ないけどな。はい、よし、ビョーンってやってもらいます。わかりました。これがだってしたかったことやねんから、させ絶対に成功しないといけない、うん、ちょっと失敗するパターンありますもんね。しかも小学生の頃からグルメロケ行ってんだから。これできなかったらちょっとやばい。行きます。いただきます。あ、すごいすごい、あ、すごいすごい、やばい、あ、すごい、あ、すごい、え、うん、なんかガムみたい。うまくない？もう食欲全然運ばれない。運ばれない。うん、よかった、ビヨン出てきた。あく、甘、甘い系、甘い系、めっちゃ砂糖が、砂糖、あ、うん、あ、うまい、美味しいですか、うん、あ、よかったよかったよかった、うまい、うまいですか、よかった。これマジで食べていいやつなの、この色。怖いねんけど。おいしい。でもまずこの機会になるとこれ食べてなかった、うん、よかったよかった。オッケー。そう、いただきます。いけいけ。それウインナー、ウインナー辛い、辛くない、私辛いの食べれないです。めっちゃ美味しい。そんな大西も食べれる。うまい。今日初めての食事、変なもんから食べてる。私もやけど。なんそんなの変です。1個目の目標達成ね。ピース。日向 TV。 美味しかったですね。あ、美味しかったですか。はい、見ないで食べた方が、あ、そう、見ないで食べた方が美味しかった。普通食って視覚からって言いますけど、視覚がない方が美味しかった。次はどうしますか。次は、うん、ここです。あ、え、あ、マリオンクレープ、あ、お、もう食べたくて。めっちゃ食うやん。だから今日腹ペコにしてきてってさ、中すかしてきてきた。めっちゃいいやん。私無限大ホールではクレープね、よく食べることもたまにあんねんけど、マリオンはないからさ。あ、本当ですか。でも確かに原宿といえばここで食べたいよな。で、日向さんがどれを頼むか、うん、かなって思って。なるほどね。でもどうせチョコ入ってるの選ぶのかなって。うわ、どうせとか言う。お待たせしました。
します。はい、34番と24番。マリオンクレープです。はい、私はあのいちごショコラなんじゃらな、はい、やっぱりチョコ入ってました、はい、なんかまあチョコというかチョコアイスが、あ、チョコアイス、なるほど。チョコソースはもういらんの。あ、かかっちゃってますけど。あ、もうあったらあったら、あったらあったら、うん、私はいちごチョコバナナスペシャル。あ、スペシャル、スペシャル、はい。じゃあ頂戴いたします。はい、いざ実食をお願いいたします。あ、すごいかじりつきタイプ。お、すごい、あ、すごいすごい、うんうん、美味しい。はい、想像通り美味しいです。私あのいちごと生クリームがめっちゃ好きで、うん、すごいあざといことになってますけど。え、あ、本当、確かに、うん、あ、じゃなくてあの、あ、口にクリームついて、あ、あれあと、あ、そういうことね。あざといこと言うてるっていうのがあるとか。確かにいちごってあざといがありますね。一番恥ずかしいな。クレープ、なんか新宿にあるんですよ、会社行くところに。ああ、あるある。でも食べたいなと思うんで、さすがに一人で新宿躊躇してたから、ようやく食べれるんだ。やっと食べれる。うま、うま、うま、美味しいです。幸せ、やっと食べれた。やっと。本当に1ヶ月ぐらいずっと言ってて、うん、念願の。ありがとうございます。とんでもないです。ピーディー様様です。様様です。あんたがセッティングしたいね。ショッキューになりました。ほんまそれな。ひなた TV。 もう腹いっぱいよ。お腹もうさすがにクレープやばい。次は、次はプリクラです。プリクラめっちゃ原宿。ここ、ここらしいです。私もちょっと中にある。初めて。このミーゴは昔よう来てたけど、あ、懐かしい。私もよく来てました。でもなんか古着置いてるやん。あ、これでよく来てたけど。懐かしい。ほんまにか。わからん。お前向こうにあるわ。どれどれにする。私なんですけど、なんかさ、え、私フルやったらいいでみたいな友達。あった全部取れる、全部取れるみたいな。プリクラあるあるですよね。プリクラあるある。あとさ、なんか登録してる友達にメール送ってさ、うん、それでやってもらうみたいな。ほんまよくないけど、取ってもらっていいみたいな。ちょっとお願いするの気まずいやつ、ね、中学生にとってはね、月額の300円がでかいんだよね。でかい。どれにしよう。どれにします。え、どれにしよう。ありがとうございます。イエーイ。YouTuber。 以上ですか。はい、私の、はい、はい、すごく嬉しいです。よかった、中学生みたいな遊びをしてもらって、はい、でもさ、こんなことがないとさ、マジで竹下通りで遊ぶなんてほんまないからさ、うん、楽しかったです。ヘアさんのファンの人にも同じルートを辿っていただいて、あ、確かに聖地巡礼、はい、同じプリキで撮ってもらって、あ、同じプリキで同じクレープを食べてもらって、あ、いいですね。で、聖地なんか。ありがとうございました。寒いので退散、はい、退散、バイバーイ。